離婚ラリで、ちょっとおかしくなってた頃の話を懺悔。私は在宅仕事のフリーランス。元夫にはいつも、苦労知らず、家での右脳と、働かせてやってる、クソみたいな仕事、と言われてた。毒親育ちなので、ある程度までスルーできてたが、ある日、プツッと限界が来た。じゃあ、そのクソみたいな仕事で稼いだお金、これからは一銭も使わせないね。と言った。元夫は馬鹿にしたように、はぁ?と鼻で笑った。でも、その日を境に、本当に共同口座に入れるのをやめた。振込口座も、取引先全部に連絡して変えてもらった。元夫は、経済 DV って言うんだぞ。と怒ったが、あなたが使い込んだお金返してから言って。と言ったら黙った。元夫は、お金がなくなって薄汚れてきた。離婚しよう、と言われたから。イエーイ。やったー、離婚するする。と喜んだら、なぜかブチ切れて、コップを投げてきた。ある日、金ないんだけど、と言われ、働けば?と返したら、侮辱罪で訴える。と言われた。好きにすれば?なんだ、そのバカみたいな喋り方。舐めてんのか。やっだー、A さんには、元夫の浮気相手。女は、バカな方が可愛い。って言ってたじゃん。A さんの真似だよん。元夫は黙った。ちなみに、A さんの母親に、あんたが既婚者だってバラしたよ。元夫は、なんかギャーギャーと、言語にならない言語でわめき出した。何の権利があって。とか言ってた。配偶者だから権利あるに決まってる。法律知らないのか?その権利の保障を国から得るため結婚すんだお。訴えたいなら好きにしろや。こっちはもう弁護士雇ってる。A さんの親もお前を訴えるって言ってるぞ。音符がついてる箇所は全部バカみたいな顔と口調で言った。元夫は急に黙ってなんでかふらっと風呂に入りに行った。どうでもいいからゾンビのドラマを見てたら風呂上がりでほかほかの夫が離婚なんて勝手にできると思ってるのかーとわめき出した。面白いからスマホで撮った。ニヤニヤしながら撮ってたら殴ってこようとしたんで。DV の証拠ゲット。と A のモノマネをしながら言ったら、うわーって発狂してた。俺と本気で別れるつもりなのか。って言うから数ヶ月ぶりに自分の口調に戻って、当たり前だろ、死ねよ。って言ったら、その場に四つん這いになって、うおーと泣いた。四つん這いになって、床を殴ってる元夫を見たら、あ、もうこいつに関わるのやめとこ。と、スーッと冷めて、翌日に家を出た。その後、半年かけて離婚。なぜか離婚したら、毒親に対しても強気に出られるようになり、今は全部の縁を断ち切って遠いところに住んでいる。